デブチャンネル始めるよ。レッツゴー、どうもタンコちゃんでーす。さあ今回なんですけど、まあね、私のチャンネル最近不妊治療についてが多いと思うし、まあ、前回前々回かな、その前は占いだったりとか、もともとは食べる系の、まあ、YouTube チャンネルしたかったんですけど、私のその生活スタイルというかいろいろ変わっていくので、まあ、不妊治療の話をしたりとかで、まあ、ちょっと今一旦落ち着いて、じゃあ次何しようかなって思った時に、家庭菜園したいなと思って急にでね、まだね、家庭菜園するにしても、例えば私が今後こう妊娠した時に、なんかあまりちょっと家庭菜園するっていうのはなんかトキソプラズマっていうのかな、妊婦さんになりやすい病気だったりとかあって、まあ手袋とかちゃんとすればいいんですけど、まあ、まだちょっと先になるのかなと思って、じゃあ簡単に自宅でできる栽培キット、もうね、そんな期間もかかりませんよっていうものがあったので、まあそういう簡単な栽培キットを使った今日は家庭菜園をしてみたいと思います。できましたよ、ロフトで。これ大根の栽培キットですね。これロフトで税込み880円だったかな。はい、お家で根菜栽培、シャベル材根菜栽培、あ、一セットもうセットになってるので、ちょっと中身開けてみましょうか。なんかラジオで福岡市さんがこの旬の美味しい野菜をね、毎回持ってきてくださるんですよ。でやっぱ旬の野菜って美味しいなって改めて思うようになって、でもちろんお肉も好きだし魚も好きだし、ただやっぱ野菜ってやっぱ体に大事なんだっていうか、なんか思い出して、ちょっとね家で作ってみる。あ、これお、え、なんこれ、これ、え、あ、これ、これ、下つながってる、こういう感じで。で、水やっても漏れないようにっていう。で、これが、あ、土。土がこうやって入ってる。こういう感じなのと。土？なんか結構ふわふわしてるよ。これと、器と、土と、説明書？あ、種が入ってる。これ説明書？こういう感じで。と、裏にこれ種。種が入ってますね。見えるかな。こんな感じです。こんなもん？あ、これで全部だわ。え？あ、これでできるの？これが全セット。こういうのをするの初めてかも。なんか小学校の時とかに朝顔とか学校で育てるやつはしたけど、それ以外なんか今まで人生に栽培キットとか。だって自分すら育ってないのにさ、植物とか育ててる意味ないよねって存在必死に生きてきたまあね、ちょっとね、心にも余裕できて、あ、ジョーを買うの忘れた。こんなに軸がぶれる YouTube チャンネルなかなかないよね。でも、あ、そう、こんな時に言うのもあれだけど、2000人突破しました、イエーイ。1000人行くまで結構ちょっと苦戦苦闘したけど、なんか2000人に行くまではちょっと思ったより早かったんで、この調子で来年には5000人行きたいなと思ってますけど、栽培手順こんな感じで、分かりやすくイラスト好きで書いてくれてるし、見ながらやっていきますね。中身は全て取り出します、取り出しました。え、ポット、ポットこれかな、ポットに鉢底シート、鉢底シートって何、あ、これ、これが鉢底シート？え？これをこうやって入れるの？こんな感じ？シートがずれないように培養土、培養土を入れます。水？水もいんの？これ水？水は効いてないよ。水、水を注ぎ、水をどんぐらい入れると？水、どんぐらいか書いてない。あら？とりあえず、この土を入れたらいいわけね。このふわふわの。めっちゃふわふわ。どんぐらいの大きさに出てくるかな。ついに私が栽培まで始めましたえ、これ全部入る、これ、あ、土の香りするね、鼻詰まってるけどするよ。もう、お、あ、漏れた、もうほら、そうなるやん。え、もう全部が全部入らんばよ、これ。ダイニングテーブルの上の土だらけよ今、最悪や、もうなるよね。あ、あ、もう、や、虫とか出てきたら私発狂するんですけどあ、あ、すごいふわふわ、これ、触ったらよりふわふわなんですけど、こいつ押さえよう。
あ、でも押さえるとちょっと下の方に沈んでいくというか、うん、サラサラ、触り心地は抜群ですよ。そしたら、ゆっくり水を注ぎ、土全体を割り箸などでかき混ぜて湿らせます。もう割り箸とか書いてなかったじゃん。途中でさ、登場人物ですね。やめて。水を入れます。普通にご飯とかで使う計量カップ。水吸ってるか。あー、吸ってんのかこれ。混ざるのこれ。だからもう本当に水分を含んでないからサラサラふわふわの土だったんだ。あ、はいはいはい、なんか混ざるね。ぐんぐん入って、ぐんぐん吸う水、すごい。なんか今見えるかな、なんかちょっとクランキーチョコみたいな感じ。これすごくするやつよね、絶対ね。部屋じゃないよね。でもそこうるさいっちゃうね、うちベランダ。水絶対、そして足りん気するな。下の方にも。諦めた。いろいろ諦めた。もっと水入れちゃう。もう全部入れちゃう。下にね、取り出せないか。おかゆみたいにびしょびしょならなきゃいけない。はい。OK。これさ、なんかなんていうのかや。紙コップみたいなやつかと思いきや、ちゃんとプラスチック、水がちゃんと染みないようになってるかな、多分。いいじゃない、いい感じで湿ったんじゃないの、分からんけど、 何が正解なのか分かんないけど、これ大根さ、こん中で育つんでしょう、大丈夫なのかな。まあ大丈夫なんだろうね。まあいいや、こんな感じ。はい、受け皿に水が溜まったら捨てます。受け皿に水は溜まってません。足りんのかな、水もちょっと下に水が溜まっちゃったら捨てればいいっていう、そんぐらいまで結構入れちゃっていいのかな。全然出てこないよ、下から。まだいっちゃっていいってことでしょうね。全然下してみてこない。土が潤った方がいいかな。めっちゃ乾燥させられてたんだね、この土は。前結構入れていいと思う。別に下に染みて、あ、染みてきちゃってる感じだね。来たね、来たね。ちょっと待って、これすごい涙になってきたのこれ。あ、もう最悪、溢れた。でも、溢れるぐらいいるってことね。よし。思ってた以上にやることが多くて、ちょっと困惑というか。こんな感じで最初よりも、濡れてびしゃびしゃに行き渡ったんで、割り箸で平らにします。じゃあこっからですね、種を入れていくよ。種どこ行った。えあれ、種どこ行った。大根ちゃんを植えます。土に深さ1センチぐらいの穴を開けます。3粒これな、結構3粒入ってるけど、全部入れちゃってもいいってこと。これで全部入れてしまえって入れたらね、枯れるよね、きっとね。3粒、そして穴見えるかな。穴がここに開いてます。そこに入れるよ。ここね、ここに3粒入れるよ。1粒いった。はい、入ったよ。見えるかな、入ったの。入ったよ、ほら。見えるかな。周りの土を薄くかぶせて、ゲットしないとね。薄くかぶせて、種と土をなじませます。霧吹きなどで優しく水をやりますと。育て方も書いてるね。育て方は、葉っぱが出てきたら、丈夫な苗を1本残すと。3つ植えてるから、なんかちょこちょこって生まれてくるけど、元気なやつを1本残して、他の苗を間引きします。残した苗の根元に土寄せをします。土寄せとは、周りの土を根元に寄せて盛り上げる作業。こう、ちょっとこうする感じね。こうやって盛り上げる。苗が大量、苗が、な、
苗が耐えるのを防ぎ、大根になる根の部分の、生成長を流します。成長の性は生になってるけど漢字間違ってるな。種まきから約1ヶ月半をめど、1ヶ月半かかるんだね、こっから。はい、なので、まあ、無事に育つのかは分かんないですけど、失敗したら多分この余った種でまたやり直しますけど、これでしばらく様子を見て1ヶ月半後皆さんに立派な大根見せられたらなと思います。とりあえずこれで家庭菜園の大根の種植えは終了しました。1ヶ月半なんだ、結構あるな時間がね。まあ、こんな感じでね、多分また今後ポジティブチャンネルいろんなこと試しながら皆さんに楽しんでもらえるチャンネルにしていきたいと思いますので、皆さんよければ、まあ、こういうことしてほしいとか意見も募集してますし、あとグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバーイ。